皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのヤスンです。今回はラリー戦に勝つための3つのポイントについてやっていきたいと思います。今回の質問は、引き合いなど上回転のラリー戦で勝てる方法が知りたいです。たまに合わせられなかったり、厳しいコースを突かれると取れなかったりします。構えやスイングの際に気をつけることを教えてください、ということに答えていきたいと思います。この話はラリー戦を主体にしたいけど自信のない方、最近ラリー戦に勝てなくなって深刻に悩んでいる方、ラリー戦で弱いと思われているので強くなって周りを見返していきたいと思っている方、ラリーが強くなりたい人にはいろんな思いがあると思います。ラリーについて悩んでいる方はこの話をしっかり聞いてみてください。ではポイントの方を説明していきたいと思います。一つ目のポイントは、どこに打っても必ず返ってくるつもりで相手を見ながらしっかりと構えて待ってください。ラリー戦というのは、攻撃のラリーだと速い展開になって、このスピードの速いボール、ピッチの速いボールっていうラリーになることが多いと思います。そんな中で自分が待っていない方向にとっさに打たれると判断しづらいと思います。なのでどこに打っても、自分がどれだけいいところに打ってもまだ帰ってくる、どこに帰ってくるかわからないという気持ちをしっかり持って、常にどこにでも足を動かして動いて打てるという心構えをしておくことが必要になります。2つ目のポイントは、ラリー戦になった時に先に相手を大きく動かすということをやってください。これは相手を大きく動かせば対戦相手の姿勢が崩れるので、姿勢が崩れた時っていうのはある程度決まったコースにしか打てないということがあります。こちらもどこに打たれるかコースが分かっていれば取りやすいですし、相手の姿勢が崩れていればそんなに強い球も来づらいので、まずは相手を動かしてできるだけ攻めやすい有利な展開に持っていくことを意識してください。3つ目のポイントは、6割ぐらいで打つときと9割ぐらいで打つとき、しっかり緩急をつけた打ち分けっていうのを意識してみてください。6割ぐらいで打つときっていうのは、しっかりと相手のコースをつくときっていうふうにしたらいいと思います。どうしてもフルスイングでしっかり力を入れてしまうとコースをつきにくく、どちらかというと一発で抜きにいく球になってしまうので、しっかりと軽い力で相手のコースをついて姿勢を崩して、大きく動かしてから強い球を打っていくというふうな考え方の方が、ラリーを有利にしていくことができると思います。しっかりと、6割ぐらいの力でコースをついて相手を動かして、そこから、9割ぐらいの強い球で相手を抜きに行くっていう打ち分けをしっかりと練習してみてください。この、3つのポイント、相手を見ながらしっかり構える、先に相手を大きく動かす、6割ぐらいで打つときと9割ぐらいで打つときの、使い分けをしっかりするというこの3つのポイントをしっかり実践すれば、ラリー戦で勝てる確率もぐっと大きくなると思います。ぜひやってみてください。